皆さんこんばんは、ハナです。今回の動画では平日5日間のお料理を紹介していきたいと思います。この日はひな祭りの次の日やったので、肉ちらしを作ることにしました。まずはお味噌汁を作って、お味噌汁を作っている間に五目ご飯を作っていきます。具材はこちら、干し椎茸2つ、レンコン 150g、人参 50g に、お揚げが余っていたのでお揚げも1枚入れることにしました。すべて細かく切り刻んだらお鍋に入れて、そこに調味料を加えてコトコト煮ていきます。調味料はこちら、椎茸の戻し汁とお醤油、みりん、お砂糖を入れて甘めに炊いていきます。もう少し甘いのが好きっていう人はお砂糖をあと大さじ1ぐらい増やしても全然良いと思います。これを炊いていきます。ではコトコト炊いていきましょう。卵を、片栗粉、錦糸卵を作るときに私がよくやるポイントは片栗粉を少し入れることです。これを入れることによって本当に破りにくくなるので、皆さんもぜひやってみてください。あ、めっちゃ綺麗にできました。これをくるくるって巻いて、大さじ2入れます。水は300入れます。茶碗蒸しを作る時のポイントは弱火でじんわりゆっくり蒸すことです。強火にしてしまうとたくさんすって言って気泡が作られてしまうので、はい、弱火でじっくり蒸してください。ちらし寿司というぐらいですからね。枝豆も散らしていきます。しそ、この香りからね。はい、というわけで今日のご飯はこれで完成です。今日のメインはこちら、肉ちらし寿司と副菜は春キャベツの昆布の浅漬けとごぼうとレンコンの甘辛く焼いたやつとチャーハン蒸しとタラのお味噌汁です。ではでは、いただきます。この日は冷凍のむきエビが少しだけ余っていたので、はんぺんを使ってエビカツを作ることにしました。材料はこちら、むきエビとはんぺん、片栗粉、マヨネーズ、そしてお塩を一つまみ入れたら、これをもみもみペースト状にしていきます。形を作ったら、溶き卵とかに通す必要はありません。なんとこれをこのままパン粉につけて焼くだけ。なんとも簡単で、しかもお弁当のおかずにもぴったりなおかず。ぜひぜひ皆さんも挑戦してみてください。ほんまに簡単にできてめっちゃ美味しいです。ミニミニかぼちゃコロッケ、はい、今は完成です。今日のご飯はこれで完成です。今日のメインははんぺんとむきエビを使ったエビカツとかぼちゃコロッケ、過去作り置きと、オクラとえのきのネバネバ副菜と、カニカマとわかめときゅうりの酢の物と、ほうれん草と人参のごまあえ、そしてただのお味噌汁とご飯になります。今日作るのはロールキャベツを作っていきたいと思います。まずはロールキャベツの外側のキャベツを柔らかくするために湯がいていきます。そしてそれを湯がいている間に中の肉ダネを作っていきます。
今回お肉は豚と鶏を合わせて使ったんやけど、基本的には牛と豚が一番美味しいんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じでこれもまたお肉をこねこねしたら一個一個俵型にして、でこれをキャベツで包んでいきます。芯の部分がすごく硬いと思うので綿棒とかで潰してから巻くのがすごくやりやすいので、はい、よかったらやってみてください。というわけで今日のご飯はこれで完成です。本日のメインはロールキャベツになります。副菜は新玉とわかめのポン酢サラダ、ごぼうとレンコンの甘辛く焼いたやつとほうれん草と人参のごまあえ、ただのお味噌汁とただのご飯になります。ではいただきます。今日はどこにあった鶏もも肉、こちらを使って鶏もも肉のステーキを作っていきたいと思います。冷たい状態から皮を下にしてじっくり焼いていきます。天板を置いてたっぷり入れたお水を置いて、これでじっくり焼いていきました。まずはお水をどけます。熱いかもなんで、すごい、これが鶏の油がすっごいいっぱい、うわ、おいしそう。これで今日のご飯は完成です。はい、というわけで今日のご飯が完成しました。今日のメインはこちら。これは何と名乗りましょうか、鶏もも肉のガーリック醤油ステーキにします。はい、とタラのサラダと人参のラペと小松菜のおひたし、そしてお味噌汁とご飯になります。では皆さんもよかったら使ってみてくださいね。ではでは、いただきます。皆さんこんばんは、アナでございます。今日は豚肉とじゃがいもでガーリックマヨネーズポークじゃがを作りたいと思います。めちゃめちゃ美味しいブラックペッパーをかけて、はい、食べるやつです。なのでしっかりじゃがいもまず洗ったやつを切っていって、私は今回ノンフライを使ったポテトを作るんやけど、ない方は普通にあの揚げ焼きやったりとか、あと普通のこうディープフライ揚げ物をしてもらって大丈夫です。ではまずじゃがいもから切っていきます。少しだけ垂らします。切れたらこれを入れていきます。Thank you.
美味しそう。はい、これでガリマヨジャガポークの完成です。はい、というわけで今日のご飯はこれで完成です。今日のメインはこちら、ガーリックジャガポークマヨ炒め、めちゃめちゃ美味しいです。ちょっと味は濃いめなので、あのおつまみとか多分ね、ビールが一番合う味です。飲めませんけど、でも合います。はい。で次が、春キャベツの浅漬け、かっこ作るのは2回目になります。今週とこちらはわかめときゅうりの酢の物、そしてこれが昨日作った小松菜のおひたしと中華風の若玉スープ、具材はネギとのきさんになりますね。はい、とただのご飯になります。というわけで今日も皆さん、もしよかったらお腹を空かせていたらぜひ作ってみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。